ターによりますと、北陸自動車道、能越自動車道、東海北陸自動車道が揺れの大きかった地域を中心に通行止めが続いています。石川県によりますと、能登地方に向かう自動車専用道路の能登里山街道は道路上で陥没が確認され、すべての区間で通行止めとなっています。停電の情報です。北陸電力送配電によりますと、石川県内では今日午前8時時点で合わせて 44,700 戸余りが停電しています。停電しているのは輪島市でおよそ 8,300 戸、珠洲市でおよそ 15,900 戸、能登町でおよそ 12,000 戸、穴水町でおよそ 5,300 戸、七尾市でおよそ 3,100 戸、志賀町でおよそ 1,600 戸などとなっています。石川県内では各地で断水も確認されています。午前5時の時点で石川県の七尾市、羽咋市、津幡町、志賀町、宝達志水町、中能登町では全域で断水していて、復旧の見通しは立っていないということです。また輪島市、内灘町、河北市、能登町では広い範囲で断水しているということです。珠洲市と穴水町については自治体に電話がつながらず、詳しい状況が分かっていません。それぞれの自治体では給水車の手配を進めていますが、多くの自治体で目処が立っていない状況だということです。また富山県の氷見市でも全域が断水しています。今朝から7カ所の避難所に給水所が設置され、近くに住む人たちが給水車の水をバケツなどに入れていました。手洗ったりとか、ちょっとお水飲みたいなと思っても遠慮して飲まない、なるべく使わないようにしてるのがちょっと大変かなと思います。ではここからは松本博史解説員に聞きます。でまずですね、一夜明けて被害の状況少しずつ見えてきました。まずは建物の被害の状況ですね、分かってきたことどんなことでしょうか。ですね、輪島市の朝市通り周辺で、大規模な火災が発生していたことが確認されました。火災ですね。100件以上が焼けたと見られるという情報です。はい、この現場の映像ですけれども、まだ白い煙が上がって炎がまだところどころ見えて、消火活動が続いています。ただそのたくさんの消防車が集まっているような映像は状況は確認できません。はい、阪神淡路大震災や東日本大震災で、気仙沼市での大規模火災ですね、こういった被害を思い出させるという状況です。でその、火災のですね、火災が大きくなると消防活動が追いつかずに非常にその炎症が広がりやすい、炎症火災が起こることがあるんですけれども、そういう状況が起きてしまった可能性もあると思います。引き続き消火活動とそれから不明の方のですね、捜索、はい、救助などの活動が急がれます。はい、木造住宅が密集している地域です。今も火も上がっています。まだ近づかないことですとか、どのようなこと注意してるか。その通りですね。もちろんこの火災現場に近づかない、それから片下に行きますとですね、煙に巻き込まれる恐れもありますので、現場に近づかないということは確認、気をつけていただきたいと思います。はい、そして倒壊についてですけれども、輪島市内ではビルが倒壊している様子も確認できました。ね、はい、やはり同じ輪島市内の上空からの映像、これは下からの映像ですね。はい、7階建てと見られる建物が、根元から倒れる、倒壊している様子が伺えます。はい、でこの手前のところにこのブレース、鉄骨のようなものをかませてですね、消防の方たちが捜索活動をしていると思われるんですけれども、この建物の下にですね、はい、取り残されている方がいる可能性があるというふうに考えられます。映像で、消防の方たちがですね、声をかけながら不明者に声をかけているというふうに見られるんですけれども、声をかけながら捜索をしている様子も聞き取ることができました。はい、これ以外に輪島市ではあちこちで木造の住宅が倒れている様子が確認されています。また珠洲市でも同様にですね、
木造住宅が倒壊している現場、数多く確認されています。捜索・救助活動が急がれるところです。はい、震度4などの地震が続いています。この後、わずかな揺れでも崩れやすくなっていること、崩れやすくなっている家屋、建物なども多いと考えていいんでしょうか。その通りですね。今回、マグニチュード 7.6、最大震度7、広い範囲で震度6強、6弱が観測されていて、一見ですね、倒壊はしていない、けれども、それで被害を受けている建物が数多くあると思います。例えば、その輪島市の上空からの映像でも、遠目に見てもですね、明らかに傾いているビルとかですね、あるいは木造住宅が確認できました。そういった建物が数多くあると考えられて、例えば、建物の壁に被害、ひびが入ったりですね、柱が傾いたり、よじれたりしているようなところがあればですね、決してその建物にはとどまらず、安全な避難場所、避難所にですね、